この地にペルセウスの気配を感じたの。戦場の記憶をたどればあの子の一部が見つかるはず。見知らぬ将来が寄る砦は敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアレス軍は砦にいるのが我々の仲間だと勘違いしているのです。今奇襲をかければ敵の動揺を支えます。その隙に彼らを救い出しましょう。この作戦の要、必ずや守ってみせん。ええ、私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。ペルセウスの気配はまだおぼろにね。この戦いの記憶をもっとたどる必要があるわ。ひとまず下がってるだけ。よしだ。下手踏んじまったか。ここは一旦引いとくぜ。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。そうだ、それに惜しくだ。ご無事で何を。再会を喜んでいる暇はなさそうです。しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一門打尽にするのはどうだ。ダメだな、あの子の気配が見つからない。もう少し戦いの記憶をたどってみないか。この地形、この風、なすべきことは一つでしょう。さすが話が早い。なら俺は策がなった後の追撃を受けもと。じゃあ恐縮ですが俺も参加します。逃げる敵をこてんぱんにする策ならお任せ。なら私は諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと再考するとしよう。ペルセウスの気配まだ見つからないわ。みんなもう少し頑張って。さて、準備に取り掛かろう。各々、抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。あっしもちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。昼寝してる場合じゃなさそうだね。ジョーディ、早いとこ味方の船を繋いじまわないとね。お前さん、工作兵を守ってやってくれないかい。つなぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。すごく頼もしいです。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの。さっぱりわかんない。私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。そっか、じゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだね。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船に戻り策が知れぬよう敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に。あの子の気配を強く感じる。ペルセウス、そこにいるのね。その砦が欲しいんだけどさ、敵が強くってちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。あの場所、矢を射込むには絶好の位置だ。敵に抑えられているな。ここは力ずくで奪うしかないだろう。すまんが手を貸してくれないか。こっちや。撃ち取ったぞ。了解。
がまた一つ集まったわね。ペルセウスのかけらを持ち帰るには戦いの記憶を正しくたどって勝利しないといけないわ。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。わけあってそうはいかないんだ。そっちも訳ありみたいだけど。お前たちはここで倒す。俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。あの砲撃力凄まじい。どうにか味方に引き入れられないのか。ストップ。そんなことできるのかな。だってあの子たちなんだか怖そうだよ。砦は無事確保。ここに伏兵を仕込めば準備完了っと。お役に立ててよかったです。これで目的地への道は開けたが、待ち受けるはあの怪物か。これです。あの鳥みたいな子たちいなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝せねばな。うまくいくかな。ドキドキしてきちゃった。さすがです。その調子でお願いしますよ。強さがありすぎなかなかやりますな。天下無双でしょ。
部に挑め。さらば。繋げたようだね。これでサークもうまくいくさ。お前さんのおかげだよ。サークの成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。さて、そろそろ移動しましょう。戦場にいては危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。ようやく追いついた。人間、ここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。敵は無勢、討ち取るのはたやすい。しましたね。我々の策を披露する時が来たようです。今です。火を放ってください。自分たちの船に火をつけるだと？正気か？おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ。一斉に矢を打ち込み、追い打ちをかけよう。共に打ちのめすぞ。はい。はぁ、一生打ち取ったぞ。今日はもう勘弁してやる。おのれ、これで勝ったと思うなよ。よれっきよ。わぁ、敵さん大混乱。お次は伏兵、行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配、お見事です。最強の軍を見せしろ。火遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたか。敵も抜け目ないですね。孔明様、ここは私にお任せください。ビンゴ時にこの俺が。すごく頼もしいです。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺、今孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかない刀ようですね。じゃあ俺たち似た者同士？本物から言われるなんて、偽物冥利に尽きるな。宝刀のおかげでうまくいきました。ここで同門の力を得られるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないしね。そうでしたね。共に勝利を描きましょう。悪い子にはたっぷりお給せちゃうよ。これで退路は開けました。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。この地より逃がすことはできない。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。なあ、おめえ返上、金利通してやんぜ。共に打
ちのめすぞ。はい、さあ。はあ。槍の股だ。まかり通るぜ。李萬盛、またの名を勘が冴える男ってか。良い働きだな。この調子で励んでくれ。炎上は惜しまんぞ。打ち取ったぞ。おかげで敵の追撃を退けることができました。何、救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。